どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きをやっていきましょう。戦国全国制覇しました。そしてペリーが、日本征服を目論んでいるようです。合戦出かけましょうか。ここ負けらんないからね。ゴー。うかいの好きな戦法、あ、もういきなりこれで対戦なんだね、ペリーと。なるほどなるほど。ここはじゃあね、美味しいとこ取りでしょ。これでいきますよ。はいはい、それで OK。 美味しいとこ取り合戦いきましょう。好きなもの、あ、ごめん、今ちょっと変に去ってました。さてどうしよう。毛利元就の鎧兜なんだろうね、これ。ちょっとでも最後はやっぱ織田信長の鎧兜でいきたいな。やっぱこう、うん、そう、信長だからね。やっぱ信長軍なんで、え、もちろんだ、頑張るぜ。最後はやっぱりこうだから、あー、誰だ、全員知らねえ相手。お、鵜飼5番になってる。だいぶ強くなったな。ちょっとオーダー変更してみましょうか。野手。なんかできるだけ豪華なメンツでいきたい。で、それで、よしか。ああ、いいね。でも、本田高津で5番鵜飼。はい。で、6番伊達政宗。真田幸村か。はあ、なるほどね。毛利元就も強いけどね。でも、真田幸村、ああ、これ普通に、毛利元就の方がいいわ、これ。うん。幸村もいいんだけど。で、矢部之助はいいかな。明智光秀。いやー、これは吉川元春の方が強えな。うん、なんとなくいい感じになってきましたね。ピッチャーはやっぱりこう上杉謙信なのかな。え、どうしよう、これ武田信玄の方がいい気がするけど、どっちがいいかな。でも変化球、変化量で言ったら若干上杉謙信の方が上か。まあいっかいっか、それで。よし、キャッチャーは徳川家康でいいかな。山本勘介でもいい気がするけど、柴田勝家も悪くないしな。安藤、あー、みんないいな。でもまあとりあえずここはいいわ。これ行きましょう。はい。かなり、濃ゆいメンツで行きたいと思います。試合開始。それでは試合行きましょう。相手はペリー、ピッチャーだね。負けらんないよ。行こうか。いや、もう、アメリカの、だが要は、極東、なんだろう。アメリカのこう、黒船艦隊。対、日本大連合。行きましょうか。織田軍 VS 黒船軍。黒船軍っていう名前あれだけど、アメリカ軍でいいんじゃねえかな。もうめんどくせえから。さあ行きましょうか。最後。うわ、すげえ。すげえメンツだな、これ。さあ行きましょう、相手は。あー、なるほど。なかなかちょっとアメリカっぽいじゃないか。行くぞ！出陣じゃー！はい、行きましょう。先にいきなりピンチですね。ダグラス、相手は。あんまり、ちょっと嫌だな。能力高そう。ノーアウトランナー2塁、いきなりか。おっと、これやばいか。あ、ファール、ファール、ファール。危ない、危ない。ファールじゃ。一旦ボール挟もう。オッケー、ワンストライク。ハンター、はあ、なるほどね。これカーブだな。一球で、スライダーだな。ギリギリスライダーを攻める。よっしゃ、オッケー。ピッチャーぐらい、ピッチャーゴロ。オッケー、間に合い。オッケー、一気にツアートランナー二塁。スコット4番。いや、4番の割にはそんなにっていう感じなんだよな。問題はペリーがどんなボールを投げるかっていうのもあるんだよな。やべ、ああ、よかった、ファウルだ。ああ、焦ったー。怖いわ、もう。じゃ、スライダー1球ボール。振ってくれないか。じゃ、ストレートを低めに。やべ、これやばい。あー、まずいか。いやー、鵜飼間に合い。ダメか。あー、くそ。いい当たりしやがったな。1点先制されちって。やばい、ちょっと。で、5番がガブリエル。なんとか抑えましょう、ここは。なんとしても。まずい、ちょっと。マジか。バコン、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 バコン。肩いいね。いや、でもそうじゃなくて。ちょっとまずいぞ、これ。スミス。やっべ、パワー A か。嫌いですね。嫌いですねってのもあれだけど。なんとか意地でも抑えないと、ここは。おっしゃ、オッケー、いいね。はい、じゃあカーブ、ボール球。振ってくれる、ラッキー。よっしゃい、1点の抑えた。さあ、お願い、援護しよう。代わりに、チャンス来い、チャンス。来たー。あ、ワンダーサーナー、1、2塁でバッター。来た、4番、本田忠勝。待ってました、これで。ファールかな、今のは。てか、ボール球だな、普通に。これはどうしよう。あー、ゲッツーか、これ。しまった。一番やっちゃいけないことやっちゃったよ。よりによってゲッツーか。さあ、チームは、なんとかゼロで。あー、ピンチ？上杉謙信、そろそろピッチャー交代も考えようかな。ピッチャーいるし、たくさん。あんまりこう、だから、バン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 変えるのもあれだろうけど、仕方がない、これは。この回は、ちょっと頑張ってもらう、上杉謙信に。オッケー、ゲッツー来た。あー、操作ミスったー。もう、俺のバカ。何してん、何してん、何してん、何してんの、もう俺のせいだ、今のは。ちょっと、いや、今、ゲッツー、こういう細かい操作、まか、ちょっと、やっちゃったな、俺のミスだ。あー、痛い。今取れたら一気に試合、
0点で抑えられたのにな。センターフライか。いや、センター前ヒット。くそー、もう一人帰ってこない。ちょっとやばいぞ、これ。どうしよう。これやばいって。ペリー。あー、ペリーか。ペリーパワー A かよ、さりげなく。強えな。やっぱラスボス感があるんだな。嫌ですね。嫌い。えい。オーケー。さあ、1球ボール。打ってきたー。オーケー、行こう。よっしゃ。あー、ちょっと、ツアーズだったか。ワンアウトだったか。しまった。うーわ、4点差かよ。これやばいぞ。あー、これはまずい。これはまずい。やばいな。これはどちらで言ったら、選択を間違えたか？ファーストゴロ。おい。さあ、なんとか、返そう。お願い、お願い、我が軍。なんとか、なんとか。よし、1点返した。いいよ、ノートランナー3塁。ホンダ、今度こそ、チャンス、生かそう。ホンダ戦つ。オッケー、通信持ってんのかよ。なんか、まさになんかメジャーリーガー級だな、おい。早くね？球、マジか。あー、打ち上げた、くっそ。あー、ダメか、タッチアップは無理？あー、取らないで。取られちゃうか。ホーマー。どうしよう。さあ、次だ。鵜飼、頼むよ。織田信長の甲冑を着て。抜けろ、抜けろ。あー、でも、まあいいや。あー、ダメだ。チェンジ、おー、1点返した。まあまあ、1点返したならいいわ。そして、ダメか、1点取られて。ワンアウトランナー、2塁、チャンス。本田忠勝、3番目。頼むよ。3回目。だー、もうダメだ、これ。いや、ツアートランナー、3塁。いや、チャンス。まだまだまだ、まだ。これで、誰？俺だ。鵜飼。パワー A。これ、甲冑のおかげか。抜けろ！だー！最悪だ。いや、まだまだまだ、まだ可能性はある。まだ可能性はある。頼む。一気に。チャンス。来た。毛利元就。元就さん、お願いします。本当に。くそー。フォークじゃない。フォークじゃない。そうじゃない。で、ピッチャー勝ったのはよかった。ネルソン。フォーク、ストレートないけど来い。ストレートで勝負しろ。男なら。男なら、まあ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 、8番。徳川家康。頼むよ。頼むよ、徳川家康。ああ、くそ。変化球ばっか投げてくんな。ストレート、他に種類あんのに、ずっとスライダーだもんな。うわあ、よりによってそこかよ。全財。これ代打か、これ。あ、待った。代打、した方がいい。代打。で、あとは任した方がいいな、俺。あ、どうしよう。代打丸の。あ、いやー、これは、山本勘介で行こう。頼むぜ、山本勘介。片目で見えるのって話だけど、それ言っちゃおしまいか。うわー、もう嫌な当たりしたな。まあ、ファールだからいいけど、切れたからよかった。どうしよう。お、スライダー嫌い。打ちづらいスライダー。苦手ですよ、俺、かなりこれ。抜けろ、抜けろ、抜けろ！うわー、ライナー多いな。お願いお願い。せめてもう一回チャンスを、もう一回チャンスをください。よし、来た。ワンアウトランナーにいる。あと2点差。あと2点で追いつく。なんとかして。追いつこう。ネルソン、スライダーしか投げてこねえな。もうスライダーに山張ろうかな。と思ったら違う球。よっしゃい！スライダー以外だったらいける。これホームは無理。よし。チャンス広げた、なんとか。行こう。鵜飼。今日は今んところ1打点。でも足りない、それじゃあ。いや、男、これホームランかましたらかっこいいけど。いや、ホームラン無理だ。ミートしよう、ミートし。ごめん、もう文句言えねえや。うわぁ！うち、変化球嫌だな。伊達政宗お願いします。政宗さん、本当に。その足見せて、足ってか。足 A か。で、ミートも A だからな。ヒット打つには十分、十二分な能力。あー、もうスライダー嫌い！スライダー嫌い、本当に。ダメだ、これ。やばいよ。ちょっとお願い、お願い。もう一回チャンスを、もう一回チャンスを。ダメ、ダメ、9回、そっか、9回抑えんのか。チャンスもクソも、次もう俺3人自分でやんなきゃいけないのか。いや、これは正直任せた方が良かった。ちょっとミスっちゃったかな。ヤーベン。ヤーベン？見たことがあるぞ、ヤーベンって。聞いたことがある。気のせいかな。まあいいや。ふい。さあ、どうしよう。なんとかちょっと追い込んで。三振 !152 キロ。ヤーベン、間違いねえ。だよな。だよな。今のメガネを見て確信したわ。ディオ。時止めんのか、こいつ。マジか。やだなぁ。それはちょっと怖いです。頼む。なんとか抑えて。オッケー。ピッチャーゴロ。ワンナー、いいや、これはもう。一個で。さあ、行きましょう。ここはなんとか。オリバー、一番。抑えるよ。オリバーだって抑えてやるさ。ストライクじゃん。ほい。打ってきたー。もう一点、もう一点も取られない。許されないから。二点差か。ちょっと遠いな。よっしゃい、三振。あとは頼む。
あとは頼んだ高打線。て、俺が打つんだけどね、3。お、何？え、何何何？え、え？あ、ピッチャー交代ってこと？いいなぁ、ちょっとかっこいいんだけど。これやりたかった、早く。え、何？ちょっと。これ、うわ、ねえねえ、これ信長様でやっとけよかった、さっきの回。公開。最高か。エドワーズ。誰？行きましょう。あー、もうよりによってファーストゴロか。当たり割り。徳川家康、頼む、せめてちょっとここは打ってくれ。もう余裕ねえんだから。どうしよう。ちょっと甘い球、甘い球来ねえかな。ストレート、144キロだったら打つ自信あんだが。違う！フォーク！こいつが強いな。てか、俺が下手くそなんだ。抜けろ、サード！ああ、正面かよ！嫌なとこ飛ぶな、ボール。代打か、これ。9番、武田信玄。ああ、どうしよう、代打か。これ見せるしかねえ。行くしかないわ。代打。あの人がいる。これで行こう。織田信長、ここにして。頼むよ、信長様。信長様見せて、なんとか、その当たり。よっしゃ、オッケー！そうそうそう、これ、このバッティングを待ってた、これ。で、そのまま信長様は次ピッチャー投げればいいから。で、次1番。直江兼次。繋げよう、2アウトなれと。なれとチャンスはあるぞ。甘い球をしっかり狙って。なあ、くそ。なんかボールの、なんか転がりが悪いな。なあ、しまった！うっそー嘘だろ、よりによって黒船軍に勝ちたかったな。うわ、いや、俺というよりこれ敗因は俺のさっきの守備ミスだな。間違いなくそれだ。うわ、痛いな最後。はい、合戦に敗れた。まあ能力上がるならいいけど、はい、負けてしまった。ここで倒れるわけには。ああ、335年。あれ、なんで335年？うーわ、日本でも野球全面禁止。歴史変わったんじゃないかこれ。うわ、信長様。なになに、え、どうすんのこれ。そういえば聞きなさい、後ろかよ。もう、なに、国敗れた時も動揺した。え、ということは満月の牛の国に訪れ心得るがよ。まさかまさか、これはどうするこれ。ふう、せっかくの天下統一したと思い黒船軍に負けるとは。これからどうなるんだ牛の国。うっ、ん、今チラッと、なんだなんだ、めまいがするな。ちょっと疲れたかな。え、大丈夫かこれ。はあ、どこじゃ、ウカイ殿、着物と着てくるんじゃなかった。走りに来てかなわん。明日からは野球は禁止だし。ウカイ殿、どうした。おしるこ姫、ようやく見つけた。おしるこ姫、ちょうどよかった。俺明日からどうしようかと。なんだ、うお、うわー、ウカイ殿、わらわわらわ、そうだと。鎧兜の力流れ込んでくる。最後は、お、パワー、うわ、パワー10上がるだって、すげえ。やったね。いや、そうじゃなくてよ。くん、しっかりするでやんす。あ、やべのすけくん。いや、やべくんか。ここは現代。戻ったんだな、俺。どうやら打ちどころが悪かったようでやんす。現代戻ることよれた。あ、甲子園出場果たした。よかったよかった。お、プロ野球選手になれた。へえ。今でもあの不思議な一夜の、一夏の出来事を思い出す。もし天下を取っていたら、戦国の世はどんな結末を迎えたのであろうか。ああ、おしるこ姫とはあんな嫌な別れ方したのか。それは困るな。そして終わりか。うわー、ちょっと嫌な話だな。おい、あ、ベイスターズ、しかもさりげなく、やっと能力アップ、パワー A になっちゃいました。やったねと言ったところで、ちょっとこれはじゃあエラー回避を D にしておこうかな。あ、またキャンセル。エラー回避 D で、で、あとは特殊能力に振り分けましょうかね。何かあったかな。あ、ブロック丸、キャッチャーだから仕方がない。4番ムード、どうしよっかな。さよなら、満塁男、体当たり。4番丸かな、こん中じゃ、とりあえずは。パワー A だしね、4番丸でいきましょう。どこだ？待ってね。探してます、今ちょっと。さっき下か、あった、4番丸。これゲット。で、あとなんか得られたら得たい、能力、他に。あるか？なさそうだな。こっちだったわ。ミート多用コツだったな。慎重だほう。まあ、それはいいわ。速球中心ゲット。あとはもうないな。ないですね。俊敏性13じゃ何ができるんだって話だ。よし、完了。オッケー。ホームは、まあ、特に変えることはないでしょ。はい、オッケーです。はい、というわけでクリアすることができました。いやー、でも最後悔しいな。なんとなんかやっぱペリー軍に負けたっていうのは。ちょっとね、またね、今度、
別の軍、別のね、あの武将にポイントを当ててね、やっていきたいと思いますので、その時もまたね、ぜひ見に来ていただければと思います。次回、失礼。また明日の動画で会いましょう。ウカでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。